チャールズ・フェアファックス・マレー作、王の娘たち、ダリッチ・ピクチャー・ギャラリー像、チャールズ・フェアファックス・マレーは、イギリスの画家、デザイナー、美術収集家である。ラファエルゼンパの画家たちや、アーツクラフト運動を進めたウィリアム・モリスらの、元で、活動した。インナーロンドンのタワー・ハムレッツクの某で生まれ、サフォークのサドベリで育った。サドベリで有名な肖像画家、トマス・ゲインズバラの一族で、 ゲインズバラの弟子でもあった、ゲインズバラデュポンに絵を習ったとされる。12歳で鉄道会社に雇われ、社長の家族の肖像画を描いたりした。16歳になった時、ラファエル前派の支援者だったジョンラスキンに見出され、1867年に画家、エドワード・バン・ジョーンズの助手に採用された。マレーは、ダンテ・ゲーブリエル・ロセッティを中心とする、ラファエル前派の画家の一人となった。 またアーツクラフト運動を進めた、ウィリアム・モリスやフィリップ・ウェップの友人にもなり、モリス紹介のために家具や装飾のデザインをした。1872年にジョン・ラスキンの依頼で美術品の模写をするためにイタリアに渡り、ローマ、シエナ、ピサ、ベネツィアを旅し、イタリア美術の巨匠たちの作品に対する知識を深めた。結婚してフィレンツェに住んだ。 ロンドンナショナルギャラリーでも働いた美術史やジョバンに変わるカセ定の著書、北イタリアの絵画の歴史にも貢献した。イタリアからウィリアム・モリスやフィリップ・ウェッブ、バーン・ジョーンズと連絡を取り、ナショナルギャラリーの館長のフレデリック・ウィリアム・バートンの代理人を務め美術品の購入に協力し、1877年から長期間ベルリン絵画館の館長、 ビルヘルム・フォン・ボーデと取引を続けた。ロンドンの画商、トーマス・アグ・ニューとパートナーになり、美術品をイギリスで販売した。1882年に妻をイタリアに残して、イギリスに戻った。モリスやウェップバーン・ジョーンズとの交友を再開し、ラファエル全パの画家や、アーツクラフツ運動の支援者になった。1888年から、モデルの女性を愛人にして、 子供ができた。美術収集家として多くのイタリアの絵画やラファエル・ゼンパの画家の作品を所有することになり、1904年には800点を超えるラファエル・ゼンパの画家の作品のコレクションをバーミンガム美術館の売却し、一般の人々に干渉できるようにしたのをはじめ、コレクションをフィッツ・ウィリアム美術館やダリジ・ピクチャー・ギャラリーなどのイギリスの美術館に寄付もした。 ロンドンで死去した。ありがとうございます。